ラオハーチェ、ここはね、シーチェンフの駅からタクシーで、5分ぐらいね。だからまあ今ちょうどね、時間は8時半。だけどまあやっぱり一番ピークの時間じゃない、これ8時とか8時半ぐらいが一番ね、ピークの時間で人がもう、だからちょっと距離が取れないよね。で、2つに分かれてて、で、雨がね、昨日まで、まあ、ずっと降ってて、やんだね、今日は。3日、あ、何日かずっともう、台北は雨で、ちょっとこれ、撮影、ね、カメラマンが来て一緒に撮影するのも、まあ、厳しいかな、もう一回やめちゃうかなっていうね、話を、まあ、まあ、してるとかしてないとか、そんな話でね。真ん中が仕切られてるから、ちょっと夜市のこう広さっていうかな、まあ、見えないけどね。最近特にここ、まあ、この 1,2 年で日本の撮影クルーが台湾に来てるパターン多いんだって。まあありがとう台湾みたいなことを、言いに来てね。いいね。给我原味，原味才会买一个。稍等我一下啊。好，好的。哇，是你。看过吗？看过。嘿洋葱可以吗？洋葱可以，可以。香菜没有吗？没有香菜，我知道你不吃香菜。まあ、ホットサンドイッチみたいなもの、うん、うまい、うん、持った時からそうなんだよ。パンがすごく柔らかくていけるんだよね。で、この肉の風味、サクサク感とね、それから香り付けがちょうどいいし、まあ、玉ねぎはね、初めいるのかどうか聞かれるんだけど、そのシャキシャキとね、あ、これバランスいいね。あ、すごく食べやすくて正統派の、まあ、サンドイッチの感じ。那个老板，这个螃蟹嘛，对，螃蟹的味道有关吗？有，它会有一些水分渗。让它滋养滋润一下水分，知道吗？嗯嗯，サーウェイマーそのものがうまい。まあ、これは原味、原味、元の味っていうことなんですね。まあ、これにいろいろね、味付けても結構いけるってことだよ。まあ、レタスと玉ねぎのシャキシャキもいいし、パンもこの食感がいいな。でまあそんな、こんなで撮影を始めて、だからちょっと臭豆腐の匂いがしてきて、もうやっぱ 4,5 年ずっとこう撮影してるけど慣れない。
初めて台湾に来たのはまあ十何年かなるけど、もうその時もダメで、いまだに慣れないんだよね。で今もちょっとするんだけど、これ向いてないのかね。ただまあ全部美味しいって言ってるのもやっぱり嘘くさいんで、本当は臭豆腐の匂い、香菜が好きなんだけど、あえて嫌みたいな、まあそういう演出、うん、しないけどね、めんどくさいから。演出はね、なんで演出しないかってと、めんどくさいんだよね。ロケが嫌になるから、だから、なんというかね、台湾に来て、初めて来て、まあ十何年前、で撮影始めて、まあまあ、4、5年とか、そんなもんで、特にこう台湾に来て好きになったものがあるかとか、味に慣れてきたものがあるかとか、特にないんだよね。あんまり変わってない。だから好きなものは好きで、やっぱこう内臓系の、なんていうの、面線とか、やっぱり慣れないんだよ。でも慣れないところが、逆に言うと日本人目線でちょっといいのかなみたいな。我要咯。对对对，一个一。一次一百块。一百块吗？你要贵点。喂，多好哦。这边 OK 吗？右边吗？不好意思，我们这边让人家打一下。高磊呀。这边，右边的让他打，因为昨天没飞。そうですね、まあ、12球あるんで、まあ、いろいろ角度変えながら、おっしゃいきましょう。いやいや、入ってます。いや、数日後にGパンでね、始球式控えてるんで、ちょっとこれも外して、はい、ちょっと練習をね、なかなかできなくて、なんか何回かしかできなかったので、ちょっと下がろうかな。下がったら人が出てくるんだ、これ。ちょっとやっぱ勢いのあるボール投げないとね。抑えるね。コントロール狙うと、もう球が少し下に行くね。下に。ちょっとじゃあ後ろ目から行きましょうか。やっぱりコントロールを意識しちゃいけないっていうのはなんとなく分かってるんだけど、少し枠見えてくるね。可以可以，不好意思。
可以啊，可以过来。唉，まあ人気もないんだけど一応ね。あの。对啊，可以啊。啊，可以可以可以。我们帮你挡了，我要帮你挡了 ，OK。啊，不用这样的欣慰吧？那个。然后有没有干嘛？霸道。哎，哥，你现在剩香杯了，把那个。じゃあこの真後ろから来てもらっていいですか。真後ろから来ると枠まで捉えられるんですか。僕と行ける。さっき取れました。あ、取る。まあ抜ける。ちょっと冷ましておく、すいません、一回止めてもらって。